短歌写真部部長のカンハンナです。日々のちょっとした出来事を単価そして写真のセットとして、SNS の X ですね、えっと Twitter の新しい名前ですけれども、それを通して通じてつぶやいていただくっていう部活ですけれども、NHK 単価テキスト編集部の方々と共にですね、行っていまして、部長が選んだ作品のテキストの中の市場のところで毎回、 えっと、紹介しております。単価写真部としての活動が始まって、あの、2年になりますけれども、本当にたくさんの方々がご参加いただきまして、本当に改めましてありがとうございます。ですごくこう、情熱を持っていただきまして、毎回本当にたくさんの投稿をいただいておりますが、あの、写真も単価もどん,どんどんどんレベルアップしているっていうところ、すごく嬉しく思っております。 そして毎回こう、撮影の素材は何でも OK なので、こう、読み手がこう見えるような作品っていうところで、すごくあの、私自身もたくさん学ばせていただいたりとか、楽しんでいるんですけれども、えっと、皆様も、やっぱりこう、活動していただく中で、お互いこう、仲良くなったりとかもする姿見えてまして、あの、すごく、復活らしい活動をしていただいているのかなと思っております。 今日はですね、えっと、写真家で,で日本写真家協会会長の熊切大輔先生をお招きしました。先生は NHK 学園障害学習写真展の審査員も務めていらっしゃってるっていうことですけれども、今回はですね、えっと、写真の撮影のポイントを教えていただいて、さらに自分の思いが 伝わるような写真のどうやって撮るのかに関するコツも教えていただきたいと思っております先生どうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします写真家の熊切大輔でございます、えー、今回ねまああの短歌とのコラボということでもうちょっと初めてのね僕も経験なので、はい、すごく楽しみにして今日は参りましたありがとうございます、はい、よろしくお願いします えっと、この短歌写真部っていう活動がどうやって始まったのかって言いますとですね、私が短歌をこう歌を読んでいく中で、本当に写真を撮るのが好きなんですね。あの、全然上手じゃないんですけど、 やっぱりこう写真を撮って日常からすごくたくさん撮りまして、その一つの一枚の芯っていうことから歌を作っていくことも結構非常に多くてですね。なので今回やっぱり短歌と写真はすごく相性がいいっていうことで、この活動があの始まっておりますが、私も今日ちょっと先生から写真のコツもたくさんこう学ばせていただけたらなと思っております。 よろししししくおおお願願、はい、願いいい、いいままますすすはたそれではですね、えっと、早速ですけれども2024年の2月号に掲載されております「赤」というテーマでの短歌写真の作品について先生にご覧いただきました。写真という視点からご覧になってからのご好評っていうところだったりとか気をつけたいポイントなどいろいろ教えていただきたいです。 早速ですが、一つ一つ作品見ながら、えっと、お話しできればと思っております。はい。それでは、一つ目の作品から見ていきたいと思います。今回ですね、えっと、短歌写真部の中から、えっと、私自身がちょっと選歌としてこう選んだ作品の中からですけれども、こちらの作品。まずはですね、えっと、歌として、えっと、選ばせていただいたポイントがございます。 なんか可愛らしい表現だなと思いまして、住みたくなったら言って、信号を赤から青に変えていくよっていうな内容にはなっておりますが、こちら、あの、すごくシンプルな歌でありながらも、ちょっとその考え方をちょっと直したというか、逆に言うと私たちは受け身的にいつも青から、えっと、あ赤から青になる瞬間を待っていて、それで私たちが動くんですけど、 1逆に進みたくなったら言ってねっていうことで、信号がこう変えていくっていうポジティブな自分たちがこう動けるようなこう動き方の表現にできたのがすごくいいなと思っておりました。えっと、歌だけじゃなくて写真もですね、えっと、私的にはですけれども、本当に日常の写真だなと思いまして、えっと、改めて撮るっていうことってすごく素敵な、 えっと、アプローチかなと思ったんですね。毎日、私たちの中で日常から見えている子氏の写真に収めるっていうことも素敵だなと思いましたが、先生、いかがですか？はい。あのー、すごくね、この短歌と、この写真のこの関係性っていうのは、よく出てて、わかりやすい作品だと思います。で、えっ、ー、とー。 シンプルにね、この信号を取るっていうのもいいんですけれども、あの実はねあの、やっぱりこう色ってこう、補色あの、いわゆるその反対の色っていうのがあると思うんです。で、これで言うと、まあ、信号そのものもそうですよね、赤信号と青信号っていうことになる。はい ですよ、ね、青空がでこの青空を、まあ、赤信号と青信号って同時に付くことはないので、はい、まあこの状態だと青がないっていう状態なのでこの後ろの背景の青空っていうのを まあ、うまく生かしてあげると、より赤が際立ってくる、色が引き立ってくると思うんですね。うんうん、なので、この場合、信号だけを取るのもいいんですけれども、この青空の部分をもうちょっとたっぷり、あの青をいっぱい使ってあげると、うん、青がいっぱいあればあるほど、その小さい赤が非常に強く効いてくる。色って大きく取れば強く効くこともあるんですけれども、小さい強い色だとより強く効くということが。 起きたりするんですよね。なので、この青空の背景をたっぷり入れてあげてっていう風にすると、ピンポイントの赤がギュッと効いてくる。こういうのも一つ表現としてあっていいのかなと思います。うん、あいいですね。はい、えっと今回こう、うん、赤っていうことをテーマにしているので、地面あのそのあの中がですね。全て赤になってるんですね。ですけれども、あのおっしゃる通りで。 ポイントだけ赤っていう写真が意外と少なかったところがあって、灰をこう作っていくことがよりこう赤をこう引き立たせるというか、その,あのコツもありますね。ありがとうございます。すはい。ちょっと次の作品、早速見ていきます。こちらの作品ですね。えっと、個人的にすごくこう好きな、えっと、歌でした。えっと、ダ,ダリアっていう赤。 赤の中でもすごくちょっと暗い感じの赤、濃い目の赤っていうことに書店の当てていて、まあ、その中でちょっと表現が可愛らしくって、怒りそうなのにそれを我慢してるようなその顔なんだよっていうことを、まあ、自分のこう気持ちを寄せて歌にしているところが素敵だなって思いました。で写真としても個人的には後ろの影っていうところがちょっとこう怒りに関する感情 っていうこともちょっと裏のところでこうなんか表現できているのかなって思ったりしていて写真としてもすごく好きだったんですけれども熊桐先生はこの写真を見てどう思いましたかはいあのあのまずはその色ですよね、うん、あの赤にもいろいろあるというのはこのまあ作品からすごくよくわかる深い赤 はい、非常に魅力的に色が出てるなっていうところ、まずここが一つ大きなポイントだと思います。で、えっ、ー、と、加えて今、あの、先生がおっしゃった通り、 この陰影の使い方光と影のの使使いい方方光とが非常に魅力的ですね、うん、あのついついお花の写真とかを撮ってしまうとお花を真ん中にドンと持ってきて、まあ、主役なんでその花を見せればいいんですけれども、はい、やはりここでもあのせっかくいい光と影があるんであればそこをうまくあの構図の中に生かしてあげることで、まあ、その花の魅力っていうのがより写真としての魅力がこう強く出てくるのかなと この,、まあ、あのダリアの花の影、これも、ね、すごく生かす、この左側、左下のポイ空間を開けてこう、影を遊ばせるような感じ、うんえー、この構図の取り方もいいんですけれどもあの、このやっぱり右側の斜めの三角形ができてますよね、はい、これがですね、要するに花のこの柔らかい感じに対して、あの影のシャープな三角形ですね。うんうん これがすごくこうデザイン的に効いている<ー>、うんあの。構図のバランスってこういうところがあってあの、よく言うんですけど、三角形構図なんていうのがあるんですけれども、うん、画面の中に綺麗な三角形が入ると、非常にこうデザインが効いたような、うん、あ印象を見る人に持たせたりするんですね。うん、なので、この、えっと、右側の三角形の影、えー、まあ壁なのか屋根なのか、 えー、その影が非常にこうあのアクセントとなって、聞いてますよね写真はやっぱりあの光と影の表現が原点なので、あの光があるところに色があって、そしてその光があるということは影があるということになると思うので、その光と影と色の混在感というのが非常にバランスよく構図が取れているなと思いました。あすごい 先生からたくさんこう褒められた最新の作品でしたが、私もちょっと早速、この三角っていうところをちょっと活用して真似してみたいと思いました。ありがとうございます。それでは、あの三つ目の作品見ていきたいと思います。こちらですね。うん。なんか、私、こちらの作品に関してはですね、まず写真にちょっと圧倒されたんですね。なので、赤っていうテーマになったときに、 あ、こういう写真があるといいなってすごく思ってた写真だったので、あの、すごく好きで、写真がまず目に入ってました。で、歌を選んでいく戦艦の活動の中で、私たちの短歌写真部の中で、すごくこう歌があの強い力を持っている時っていうところは、写真のちょっと、 あの、そこまで見てなくてですね、歌がすごく良かったら歌で選ぶ場合もあるんですけど、時には写真がものすごく良かった場合には、歌がもう少し柔らかかったり、ちょっと、あの、どちらかというと日常な、えっと、歌の場合とか、力がそれほどなくても、穏やかな歌っていうことを選んだりもするんですね。で、こちらもまさにそのような、えっと、ものになっていて、赤き夕日と黒き、 雲っていうところの対比っていうことが、歌も写真もものすごくこう出てくるっていうところが魅力的に感じたので、あのすぐもう一発でこう歌を選んだんですけれども。とにかくこの写真は個人的にはちょっと神秘的なちょっと感覚を持っておりまして、あの先生から見たところではいかがですか？うん、あのー、おっしゃる通り、本当にこの作品の中。でもこの写真は、うん？ 非常にフォトジェニックで写真作品としてね、はい、成立しているかなというふうに思うような強い写真だなと思いました。うん であのー、今おっしゃっていたとおり、まあ、まさに先ほどの赤と青もそうなんですけれどもやはり赤と黒っていうのも一つお互いを引き立てる色、うんえー、だと思いますで、あのー、そこら辺をですねすごく写真的にしっかりと表現できてるシンプルなんだけどすごく力強いっていうのはこのまず構図のバランスすごくいいですよね。うん、あのー えっと、ついつい空を見せたくなる。まあ、これ雲なんですけれども、その黒、黒っていう要素は、あの、まあ、でもこれは手前の屋根ですかね、この、はいえー、下の黒い部分。これがですね、しっかりと黒の部分が締まって、えー、うん、あるとですね、よりこの奥の赤が引き立つということで、 ついつい空が主役だよって言うと、空だけを撮っちゃったりするんですけれども、うん、下のこの屋根の黒の締まりが、すごくその赤と黒っていうことを、うん、あの、より強調してると思うんですね。で、まあ、そこら辺の構図のバランスですね、この黒い幅を使う、この厚みが、すごくちょうどいい、えー、程よい感じがします。うん、えっと、それに加えてですね、この撮り方に一つコツがあってですね、あの、 ついついこの黒いもの、屋根とかもそうですけれども、そうう被写体人があると、ですねカメラって明るく撮ろうとしちゃうんですね、はい、このや屋根というか家というか、はい、そういう部分を見せるように、えー、カメラはあの補正して撮ってしまうことがあるんですね。うん、そうすると何が起きるかというと、奥の空が明るく写ってしまって、色も出てこなくなっちゃうんですね。 なので、ここで、あのー、この赤い色を出すためには、その空の明るさに露出、あの適正露出というか、光を合わせてあげると、うんえー、その色はしっかりと出てきて、でこの手前の、まあ、三角形の屋根は黒くこう潰れちゃってもいいわけですよね。うん、なので えっと、カメラからすると、少し、あえて暗めに撮るあの。カメラの機能で言うとですね、マイナス補正っていうのがある。露出補正っていうのがありまして、少し暗めにマイナスしてあげて撮ってあげるっていう指示をちょっと出してあげると、うん、こういうふうに。 えー、空の色がしっかり出て黒いところがぐっと締まるという、うん、あの人間の見た目よりもさらに多分これちょっと暗く映ってると思うんですね。それをのカメラの機能その露出補正を生かしてすごくいい色で表現できてるってここのテクニックもすごく良いなというふうに思いました。ありがとうございます なんかこちらの作品、あの作ってくださったあの作者ですかね、の方はなんかきっと写真も好きで歌も好きな方だなっていうのをすごく感じたんですけど、短歌写真部の中からこれから写真がすごく好きな方々も短歌やってみようかなっていう方々が増えたらとてもいいなっていうのをこの作品を見てもとって思いました。ありがとうございます。それでは次の作品見ていきたいと思います。 こちらですね。なんか美味しそう。<laughs> まずすごく美味しそうなジャムなんですけれども、なんかすごくこう、なんで、孫への愛っていうのをすごい感じていて、もうこの歌、もう読んだ瞬間にすごくこう笑顔になれたんですね。なのであの作品の中でもすごくこう愛しい感じの愛をこう表現する歌、個人的にそういう歌弱くてですね。 ついつい選んじゃう。ので、あの、そこを想像させてくれるような、この歌すごく好きでした。そして写真を見たときに、あの、その写真のコツっていうことは、ちょっと私的にはわからないですけど、あ、えっと、そのジャムがこれなんだっていうリアリティ。 などころが魅力的に感じていていの,のジャムが孫、まあ、に行くのかっていうことを想像しながら一緒にこう歌との相性がすごく良かったとっいうところが選んだ理由なんですね。であの先生からこう見ていただいた時に写真としてもうちょっとレベルアップできるようなコツとかあのもしございましたら教えていただきたいです。わかりました、えっとまずねあの あの先生が今おっしゃった通り、あり、のー、この作品ってなんかすごく絵本の一コマのような,うん,なんかあのすごくその前後にドラマを感じるような、えー、歌だと思うんですけれどもそれを見事にこう、ね、写真でこうなんだろう挿絵のように、あのーはい、絵本の挿絵のように見える、うん、まあそんな作品になって本当に写真と短歌がうまく融合して。 えー、表現できてるんじゃないかなというところがすごく魅力的だな可愛いなっていうのが感じられました、うん、であの写真的にも実はすごくよくてですねあとやっぱりこうやってイメージカット、まあ、あのいわゆるさっきのドラマチックな一枚も写真なんですけれどもやはりこのイメージカット、うんえー、をイメあの意識して、まあ、写真を撮っておくこと。 うん、まあこれがやはり単価を、えーえー、こうパワーアップさせたり、えー、イメージを増幅させたりしてくれると思うんですね。うん、なのでこういうテーブルフォトみたいな何気ない一枚、まあ、こういうのも単価と一緒であれば使えてくる作品になるんだよっていうのが、うん、あのいいポイントだとまず思いました。はい はいであのこの構図としても、ですねすごくよくて、ですねついついこういう例えばお料理を取るとか、お花を取るとか、物を取るときって、あの引いて取ってしまって、全体が見えるように撮ってしまうケースが多いんですね。はいうんうん そうすると、すごく説明的で分かりやすいんだけれども、そのなんか、しずる感ってよく料理の写真とかなんか言うんですけれども、こう、美味しそうな、えー、この感覚がこう、伝わってくる写真っていうのは、引いた写真よりもグッと寄った写真の方が、うん、えー、美味しさがアップするというか、えー、そういうこう、質感が見えてきたりとか、うん、そういうのが伝わると思うんですね。なので、これなんか思い切ってこう、鍋をこう、切っちゃうあの構図になって、はい んですけれどもここがすごくこうグッと寄ってこうなんか前のめりになっておいしそうなジャムだってこう覗き込んでいるようなそんなような構図になっていると思いますそう。それがすごくいい。あとはこの蓋をちょっと入れたところこれが良かったですね。はい、この蓋をついちょっと開けて、ね、<ー>味見し <laughs> <laughs> なんかそんなような動きが出ますよね、<laughs> この蓋が入ることによって。なので、ただただ鍋を取る、ジャムを取るではなくて、うん、この蓋っていうのあのアクセントをうまく使えています。うん、で、この,あのついでを言うと、このカーブですね、この蓋の,この丸いカーブが、うん、構図の中ですごくあの鍋本体のカーブと、えー、蓋のカーブがこう2つの円が。 入っていてすごくこのこう画面の構図のバランスをうまくとっているんですね、うん、なので程よい寄り具合でまあこの2つの要素をうまく使っているというところが、うん、あの非常にいいポイントだなと思いましたそして<ー>もう1つあるのが先ほどアドバイスの 件なんですけれども、うん、お料理の写真を撮る特にこういうねこう、えー、立体感がないジャムとかスープとか、うん、そういうものを撮るときってすごく難しいんですよね普通の光で撮っちゃうとべたっとした感じで写ってしまうでこれを撮るときのコツはあの逆光といって要するにこれで言えば、うん、窓とかあの、はい、大きい光があの自分と反対側から、えー、後ろから光が来るようにしてあげるそうするとですね <laughs> その水面っていうかその面の部分に反射の光が入るんですね。はい、でそうするとキラキラした感じになったり、えー、その透明感だったりそういうものが出てきてくるんですね。このジャムでもちょうどヘラのところにのジャムのところにこう白く光が反射してるのが分かると思うんですけれどもこういうふうに反射の光がどういうツヤ感を出してるかっていうところを見て。 光の当て方をちょっと考えながら撮ってもらうだけですごくおいしそうに見えたりえっていうふうにもっともっとおいしく見えるというようなあテクニックがあるのでその光の当たり方っていうのを、あのー、方向性みたいなのを意識してもらえるとこういう写真はどんどん良くなってくると思います。光の当ててて。方、私も写真好きでですすごくく撮ってるんですけど、難しくて なかなかやっぱり難しいんですけど、今先生おっしゃってたこう質感が見えたりとか、こう蓋をちょっと入れるとか、このようなこうちょっと遊びとかをしてみるのはとてもいい皆様がすぐ真似できたりとか活用できるポイントかなと思いました。うん、なかなかそのこのように美味しそうってこう思わせる写真私もいっぱい撮っては見るんですけど難しいですよね。うん、<laughs> はい、ありがとうございます。 最後になりますけれども、こちら、今回、えっと、私の、えっと、ものになっております。えっと、歌としてですけれども、あの、走っても母がいる街につながらぬ赤い夕日も静かに消えて、こちらですね、えっと、韓国にいる母のことを歌にしておりまして、なんか、このまま走り続ければ、あの、母がいる、なんかこの勢いであれば、 母がいる街に私もこう飛んでこう繋がっていて会いに行けるんじゃないかっていうちょっと期待感っていうことがあのこのスピード感の中にはあるんですけどただ現実的にはそうならなくってその寂しさ悲しさの中に赤い夕日もどん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 こう消えていくような現実に戻っていくような自分っていうことを歌にしてましたでこちらあと写真としてですけれども えっと、ちょうど車の中に自分がいて、なんか、なぜかわからないですけど、あんまりいい写真が撮れないことわかっているんですけど、車の中でこう、こう、動きがある時の、空が綺麗だった時ずっと撮っちゃうんですよね。なので、あの、あんまりの歌、あの、写真として、いい写真じゃないかもしれないんですけど、瞬間的に自分のこう心がこう動いた瞬間っていうことを歌っと写真にした、えっと、一つの作品になっております。 ちょっと恥ずかしいんですけど、ちょっと私の写真もぜひアドバイスいただけますでしょうか。はい、これとってもすあの素晴らしい作品だと思います。あの非常に美しいあの写真、さすがうまいなというところが、はい、あの見えて取れますね。<laughs> あの先ほども、うん、申し上げた通り。 あのー、赤っていろいろありますよねっていう時に、うん、そのこの本当にわずかにこのマジックアワーというかね、うん、あの最後の,あの夕暮れの一瞬の赤みたいなこう消えゆく赤があの本当にこう印象的に映し出されていると思います。それはなぜかっていうとやっぱりこ,この後どんどん暗くなっていくというこの夕闇が迫る感じを、うんうん、この青空の。 青空というか空のねこのダークトーンの空グラデーション青のグラデーションがすごく重く効いてるんですね、うん、なのでこうまさにこの静かに消えていく様というのがあのこの上のこの空たっぷり入れたところで構図を取ったところで、うんえー、最後の光という感じをこう。うん 感じさせる、見るものに感じさせる。で、やっぱりこの日,日暮れの、この、本当に夕日が沈んでしまう瞬間って、なんかすごく切ないというか、寂しいというか、う感情がもうダイレクトにこう来ますよね。うん、なので、このやっぱりあの赤を見せるための青、この構図のバランスですね。これ、本当に非常に素晴らしいなと思いました。うん、<で>ありがとうございます。はい、ここでいいポイントはですね。うん 今度は陸側を見ると川ですかねこれははい はい、この川の反射が、あの空の反射が川に映ってるんですよね、うん、でここもやはりこうちょっと美しい光景をもう一つ加えてくれてますよね、うんあのー、やっぱりこの黒い部分、まあ、さっきみたいに黒く締めるのもかっこいいんですけれども、うん、やっぱり先ほどの、まあ、ジャムの写真もそうでしたけど、ちょっとした反射が光をこう捉えると、うんうん、それがすごく魅力的な要素に写真ってなるんですよね。 なので、うん、こういうふうにこの川の反射っていうのも、実はすごく効いていて、わずかですけれどもね、効<ー>いている感じがあると思います。はい、あとはその、えー、車の中からということで、このまあ、車窓から撮ったというところで、このガードレールのような、橋、はい、の欄干ですかね、はいえー、これがこう流れるように写っているっていうところで、このブレ感。 多少こうすこっうと流れるようなこの横線これがすごくこうデザイン的にも効いているのかなそれから動きも表現しているのかなというところで本当にこうよくある窓の車の車窓からぼっと外を眺めていた時のその一瞬の光景みたいなのがすごく表現できていて美しいなというふうに思いましたなのでこう非常にこうシンプルな写真なんだけれども情報が多くてあの、うん。はい とてもこうなんか感情を揺さぶるような作品になっているんじゃないかな。そう。それがまあダイレクトにこの短歌のこの気持ちなエモーショナルな感じというのがすごくつながっていて、うん、あの1つの作品としてまとまってるなというのが感想です。えー、嬉しいです。なんかそこまで全然意識してなかったんですけど、あのすごくこう。写真のいっぱい撮るのが好きで。 こう撮ったものの中で1枚をこうゲットする瞬間、これは私的に好きって思うこの感覚的に、えっと、写真を選ぶんですけど、えっと、私のように例えば意識をしないでたくさん撮ってその中で1枚を得るということのやり方もありえますすか、うん、そうですね。あのうん、やはりあの構図をちゃんと撮ろう。うんえー ピントをしっかり合わせよう。ブレはいけない。なんていうのは、うん、割と写真の評価の中にあるんですけれども。はい その一方で、もうちょっと感覚的にシャッターを押す、取り殴るというかね、書き殴るじゃない、取り殴るというか、もうそのなんとなくいいなと思った瞬間をさっと取ってみるっていうところで、ブレも出るだろうしあの、構図もずれるかもしれないけれども、でもより自分の感覚に近い絵っていうのが取れたりすることって結構あるんですよね。な、はい、なのでちゃゃんと撮らなきゃいけない で,でもカメラが用意できてない、設定もよくわかんないなんて言って、撮らないではなくて、うん、まずはシャッターを押してみて、でうん、そうすると、そこにすごく感覚が映ったり、思いが映ったり、瞬間性が映ったりするということがあると思うので、うん、これはもうね、どんどん撮っていただきたいなと思いますね。たくさん撮ることで、思わぬカットっていうのが生まれてくるることもあるわけですね、うん、ありがとうございます。 次はですね、えっと、熊切先生からのちょっとご提案としての、あのー、作品があるということで、皆さんもご覧くださいませ、はい。じゃあちょっとここで画面共有をさせていただきましょう。よいしょ。 えっとまあ、僕は短歌はあの全くで,できないというかを取るのであのすいませんそこら辺はちょっとできないものですから今回あの2月号の作品の中ですごく写真的な短歌、はい、があったので、えー、これは秋子さん。うん ですかねえー、の作品少しししちょっと拝借いたしましたまこの作品はですね僕があのこの前あの写真展をやりまして、うん、あの夏という、はい、まあ遠い記憶の向こうの夏をあの表現するというような、うん、あの写真展を開催しましたその中の一枚なんですけれども、えー、海の,あの湘南の海なんですけれどもねこれ奥に富士山が映っていると思うんですがこの,夕暮れのす素敵な写真。 <laughs> すすすごごく素敵な写真ですありがとうございますこれあの本当にこう、えー、湘南の海に日が夕日が沈んで、えーまあ、まさにもう暗くなる直前ですね先ほどの,あの,の菅さんの作品のような本当にこう日がなくなる直前ですね、うん、そこでこうわずかな光空の色っていうのが残った。 えー、そんな時にですねこの、まあ、ちょっとこの印象的な木があの砂浜にあってその横をサーファーが最後海から上がって歩いて帰っていくっていう瞬間なんですけれども、えー、これもですねあの実はこの「色は消えゆく」というのがあると思うんですけれども。 このサーフボードを見ていただくと分かると思うんですが、実はこれ、あの空、夕焼けがサーフボードに映ってるんですね。うん、素敵で、うん、でこれが本当に最後の一瞬の夕焼けのグラデーション、うん、実はですね、この後ろの富士山の方うも、まあ、ゆえ柔らかいグラデーションなんですが、うん、実はこのサーフボードのところにその夕焼けが映っていると。 いうようよなな瞬間なんですね写真として僕が撮ったときすごく気に入ってたんですけれども、この今回こ2月号を見せていただいて、あこれドンキシャだなと思って、えーこの<ー>、ちょっとお借りして載せてみました。で、ここでポイント一つなんですがあの、この文字を写真。 と文字をまあ別にするのももちろんデザインとして美しいですけれどもあの写真の上にあえて乗っけるっていうイメージをして写真を撮ってみるのも面白いんですよ。文字を載せるスペースを意識して空間を空けるっていうふうにするとですね あのー、写真と単価が一体化する、えー、表現もまたできてくるんじゃないかなと思います。あのー、イメージとしてはいわゆるあの電車の中の中吊り広告のような感じ、写真の中、一、はい、枚の絵の中で文字も写真も構成されている、うん、そういうふうにあのイメージ、あの文字を遊ばせる、えー、表現する場所を作って写真を撮っておく。うんえー、そうすするとですね 非常にいい空間がでできるんですねでこれ文字を取っても実はバランスがいい空間、うん、間の取り方いい間ができるなんて言うんですけれども、はい、あの間ができるんじゃないかなと思います。なのであのちょっとですね自分でこう写真をこう構えカメラを構えて構図を決めるときに ここに文字を載せようかな、ここを開けたら文字が載りやすいかなと思うと、はいえー、ちょっといつもと違う構図が取れたりするので、まあ、それの参考にこの作品がなればいいかなと思って、文字を空いている空間に載せてみました。でででもおっしゃる通りでですね、はい、短歌写真部って やっぱりこう写真だけじゃなくて短歌をこうやっぱり写真の中にこう載せていくような、えっと、部活でもあるのでこのいつもこう一緒に編集の方々とデザインのことで悩む時があってこの写真の中にどこにあの単価を入れるべきですかみたいなことを会話したりするんですね。なのでそこを意識してこう撮っていただきますと合わせて で一つの作品っていうことがよりこう引き立つかなと思いますので、あの、とても素敵なアドバイスいただきました。そして、この写真は本当に本当にびっくりするぐらいじっと見ちゃいますね。あ,ありがとうございます。<laughs> 素敵な写真もありがとうございます。ありがとうございました。あの、最後に、えー、こう写真の、まあ、ポイントというかですね、意外と僕これ今お話を伺っていて、えー、あ短歌と写真ってやっぱり ちょっとこう、なんだろう、似てるというか、表現として、すごく共通点があるなと思ったので、そのお話をちょっとだけさせていただこうかなと思っています。まあ、僕はよくあの写真を撮るときのポイントとしてお話しするのがあの、観察と予測という話をよくするんですね。うんはい、はい。で、これあの、どういうことかっていうと、やはりこの街の中で何が起きているのか、えー、今、どんなことを撮らなきゃいけないのか、 えー、何に注目するべきかっていうのをしっかりと観察することであの次に起こることっていうのはだんだんこう予測できる理解できてくるんですね。うん、そうすると、えー、写真は あのシャャッターチャンスが強いいいってうううのはそういうことなんですよね、うん、次のことを、ね、あのこんなことが起きるんじゃないかこういうふうに変わっていくんじゃないかっていうのをイメージして、うんえー、シャッターチャンスを待つそうするとあのすごくいい瞬間に出会える瞬間を切り取りやすくなるっていうところで、うん、あのやっぱり観察力がすごくあの写真をうまくする、まあ、コツなんじゃないかなと思うんですね。 なのでそこら辺はやっぱりあの身の回りをこう歌う、まあ、短歌っていう世界も非常に何か近いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、先生どうでしょうそうですね何かその歌を作っていく中でもやっぱりまずは絵が浮かんでくる想像させるっていう力とと,ともになんか物語が続きそうな。 この次の展開が楽しみになりそうな歌っていうのは、すごくいい歌だと思っていて、なんか写真にすごく近いかなって、それを予測した上で歌を作っていくで。読み手がやっぱりこう渡すものであるので、読み手がどう感じてもらえるのかっていうことを意識しながら歌を作っていくと、よりこう幅が広くなるというんですか。 読みてもより楽しくなれ想像力をこう、うん、なんだろうくすぐるようなっていう表現は写真も単価も非常にあのシンプルだ,けだからこそ想像力まあ見る人に聞く人に、うん、あのその世界をこう作り上げて最後完成させるのはその、はい、見る人聞く人の想像力なのかなあ、うん、なんていう気がしましたね。 はい。なんか単価でよく、あの、言うんですけど、あの、説明を、歌の説明を細かくしないで、読み手に渡すもの。なので、読み手がそれを感じ取るものっていう表現によくするんですけど、写真もまさに一緒ですよね。<laughs> あの、もうカメラマンさんとか、作家さんが撮った内容あんまり説明しなくても、 それを感じ取ってもらえるものっていうことになるのかと思うんですけど、そこもすごく近いなって思います。はい。まあ、うん、本当になんか今回やってみて、あの、すごく共通点を感じて、あの、うん、楽しかったなと思いました。ちい単価もやっていただけたら、<laughs> あ,あの、しですよ。今度。いや、もうぜひ教えてください。こちらこそです。写真を教えていただいて、私はちょっと単価を。<laughs> お願いします。交換,交換交換 <laughs> はいはい <laughs>、はい、ありがとうございますはいえー、それでは、えー、受賞作品の公表の方をねしていきたいなというふうに思いますえー、まずは n h k 学園大賞入水ということでえー、この作品が大賞に選ばれました。 もうこれはね、ねあのこう見て分かっていただけると思うんですけれども、もうな言葉はいらないですね、この、はいえー、表現あの、すごくダイナミックで、フォトジェニックで、印象的な作品ですよね。わあこの一枚カットに、こ、うんなに勢いが感じてくるのかっていうん、すごいですね。うん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  そうなんですだから、やっぱりあの先ほど、ね、いろいろお話しする中で説明要素みたいな部分があると思うんですけれどもこれは本当に説明いらないですよね。 かつ、この、まあもちろんこれは飛び込みという競技だと思いますあの。で、その中の、まあその水に入る瞬間だと思いますけれども、でも、それがどういう競技かどうかは関係なくて、それがどんなシーンを生み出すのか、どんな瞬間を生み出すのか、えー、それがどういう形でっていうのをあの捉えるというところでいうと、この写真ならでは、この一瞬の表情、えー、写真ならではの表現なんじゃないかなと思います。これ動画でね、よくオリンピックとかで、 競技やってますけれども、ね、あの動画だと本当にこの瞬間はもうスッと入ってっていう思いですよね。はい、でそれがやっぱり写真だと永遠に止まるわけですね。はい、なのでこの瞬間の表情をこう、うん、切り取るという、まあ、写真のダイナミックさ、うん、表現 さみたいなのが本当にあの詰まってるというか、あのシンプルです。けれども、うん、非常にこうインパクトの強い作品になったんじゃないかなと思いますが、か、うん菅さんどうですか？これすごいでしょう。いや <laughs> もうすごいです。なんかこの瞬間。うん っていうことを、まあ、永遠に残すっていうことって、やっぱり写真ならではの魅力かなっていうのをすごい感じまして、しかもこの勢いのスピード感っていうことがこの一枚の写真全部出ていることと、私は個人的に足の方にあこう光がこう当たってるところもなんかすごくなんかかっこいいってなんかわからないですけど、まあ記述的にはわかんないですけど、すっごいなんか あの全体の立体感っていうのがすごく見えて、かっこいいなと思いました。はい。あのおっしゃる通り、このやっぱり光の当たり方で印象ってだいぶ変わると思うんですよね。人間のこの造形の美しさ、それから水の表情、こういうのが、はい。 やはりこの偶然性もあると思うんですね、この横から光がたまたま来てるっていう状況が、非常にこう、印象的に、この被写体をこう照らしている感じ、これ、これがね、すごくね、あの、条件もあの非常にこう、いい瞬間が整ったんだなという感じの作品だと思います。うん、はい。まあ,あの、本当に素晴らしいね、もうこれはもう、なしの作品だと思います。ははい、はいえー、それでは <laughs> 教会会長賞ということで、春が来たというね。これも今ね。神崎の顔が笑顔がねこぼれますけれども、あのー、本当にこう見た瞬間にあのー、ニコッとしたような微笑ましい、えー、あのー、作品になりましたね。これ、面白いのがやっぱりこの瞬間を捉えるっていう対象の作品と、これも、まあ、全く同じようにね。その、えー、躍動感のある瞬間を捉えた作品なんだけど、全然また違う表現で。はい 非常にかわいい写真のなんか表現の幅の広さみたいなのを感じるかなというふうに、えー、思いましたあの。お孫さんでしょうかね、お子さんかもしれません、ごめんなさい、そこら辺であの、うん、やはりこうあのお子さんのなんか純粋で無垢でもうピュアな感じ、<laughs> ここら辺が、ね、すごくよく出てますよね。はい、とってもあのあいいいお子さんっていうのは、ね、本当にこう、うん えー、その笑顔や動き、それだけでもフォトジェニックなんですけれども、でもやっぱりこれはとってもそれがね、すごくいい、えー、瞬間だったというところもそうなんですけれども、実はこの例えばジャンプしているところをアップで通ったらどうだったんだろう、ちょっと印象違ったと思うんですね、これやっぱり周りのこの環境をしっかり入れるっていうことですね。構造の中にあの情報あの 写真ってよくあの引き算と言われたりするんですけれども、余計なものを排除して、うんえー、なるべくこう、えー、主体をしっかりと見せるというところで引き算なんていう言い方をするんですが、実は僕、ちょっとその逆を言ってたりして、足し算でもあるよっていう話をするんです。うん つまり情報量が多いっていうのもまた写真の表現の一つだと思っているのでやはり周りの環境をうまく生かして意識的にしっかり入れる偶然入れるんではなくて意識的に入れることで構図がすごくまとまってきたりそのこの場所だからこのジャンプが可愛いというその場所っていう要素をしっかりと捉えることもう,、まあ、あのうまさ構図の良さになるんですがこれね手前のこのお花聞いてますよね。はい すごいそこが私も好きです。うん。この花が植木鉢が入るか入らないかで全然印象変わってくると。ええ。なので、こういう環境で、えー、楽しくジャンプしたという、まあ、一つの要素が加わることで。この写真がすごくいい印象になってるんじゃないかなと思いますが、菅、うん、さん、どうでしょう。とにかく、このお子さんのジャンプ力に驚きました。あ、そうですねこ。ここまで飛ぶのっていうのが。 あの、すごくこう、絶妙に、春が来たっていうこのタイトル、作品のタイトルのこの喜びがすごくこう、もう全面的にこう、溢れ出てるようなものが、すごくこう、笑顔にしてくれるんですけど、 なんかそのタイトルとすごくこう相性も良かったなっていうのもあって、やっぱりまさに単価これが31文字じゃなくて、春が来たっていう表現に5文字になっているかと思うんですけど、うん、この延長線で単価すごく向いてるんじゃないかなと思いまして、なんか短歌写真部でもなんかいけそうな気がしますよね。そうですね。本当になんか、うん、あのタイトルも重要で、やっぱり写真って、うん そのタイトルを見て、なるほどって言わせるケースがあるので、はいまあ、まさに本当にこの春が来たっていうのが腑に落ち、はい、そうだよねって言わせちゃう。 大人になって春が来たのこんなに自分がもう喜ばなくなって、うん、当たり前なようにこう、うん、あの巡ってくるようなものの感覚があるんですけどこの写真を見て、うん、そうだな春が来たことをこんなに喜ぶべきだなっていうのをちょっとなんか感じさせてくれてるような写真でもあります、うん、そうですねこうシンプルに身の回りの人を撮るそれでもこんだけフォトジェニックになるんだよっていうのがよくわかる作品かなと思いました。うん <laughs> はいじゃあ続けて NHK 賞は頑張れ頑張れということでこカエルですね <laughs> これどうやったらこんなに取れるんですか <laughs> ねえ本当に偶然もあると思うんですまあ偶然ですよね<ー>ほとんどねあのカエルにこのポーズさせるったってそうはうまくいかないと思いますんで<ー>まあ面白いすごい 時間が撮れたかなと思います、ねまああのー、もうこれは被写体よくぞ見つけたというところがまあいいと思いますまあ写真のね本当にすごい原点的な面白さなんですけれどもまあ,あのこの後ろのね葉っぱもうまく効いていてん,なんか本当にこれもねカエルを主人公にしたなんかちょっとした絵本というか、はい、物語のようなねあのそんなような。 あのかカエルが喋り出しそうなね、なんかあの雰囲気がありましたよね。<laughs> いや、はい、このこう掴んでるこう足はい、はい、リアルでめちゃくちゃ可愛いです。そう、ね、<laughs> このしっかりと握りしめて、ね、握りしめめて可愛い。しかも目は空を見てるこの瞬間ってこれ狙ってもできないですよねこれ。 もうまあね、言葉は分かんないでしょうから頼んでもやってくれないでしょうしね <laughs>、まあ、自分ねやっぱりこうよいしょってこうなったこの瞬間っていうのを、ね、ちゃんと見つけて撮ったっていうところ、まあ、これはもうその被写体等の,、まあのこの方はあのカエルの作品を、ね、たくさん撮ってらっしゃるようなので。 観察と予測ではないですけれども多分よくこのカエルの生態を分かった上で、えー、あのいろんなシーンをこう辛抱強く見続けることでこういう瞬間に出会ったんじゃないかななんていうふうに思いましたね。うん、やっぱりこの被写体のの力が強いっていうのは もうあの写真撮とっては本当に最高の要素なので、うんえー、すごくあのよく撮れたんじゃないかなと思います。あの葉っぱとかにつなあのいるとかっていうのはよくあるんですよね。やっぱこのロープにつか<ー>まってるっていうのは <laughs> これがまた面白いですよね。そうですねなんかやっぱり私はやっぱり言葉タイトルをすごく見ちゃうんですけどこれがまあただ単に例えば「夏」とか。 えっと、帰るとかではなく、うん、頑張れ頑張れって書いてるところが、なんかその、うん、作者というか、撮ってらっしゃる方の、なんか帰るへの愛とか、応援の気持ちっていうことがすごく現れていて、あのー、これを見ながら、あのー、応援してるのかなっていう、頑張れっていうことがこう、作者の気持ちも伝わってきますよね。それがすごい好きです。<laughs> <laughs> ね、もう本当になか、この作品見た瞬間から、もう、声が、笑い声が、ね、か。やっぱりこのでいやー。素敵。ね、楽しい、可愛らしい作品になったんじゃないかなと。思います。うん、はい、ありがとうございました。とてもとても、あの、勉強になる。もう、楽しくって、あっという間の時間でした。本当に先生、ありがとうございます。ありがとうございました。えっと、写真と単価の組み合わせについて。 すごく新しいアプローチでありながらも、まあ、部員の方々、そして私部長も含めて、すごく楽しくこう部活を2年間やらせていただきまして、えっと、これからこう3年目になりますけれども、皆様ぜひ、あの、今回の熊切先生のアドバイスもちょっと活かせながら、写真もちょっと意識してより、あの、単価写真部としての活動、 どん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 一緒に盛り上げていただきたいと思います。そしてですけれども、2月16日、富、え、士、っと、フ,フィルムフォトサロンで開催されます。NHK 学園障害学習写真展。私の作品もですね、飾っていただけるということで、とっても楽しみです。ありがとうございます。 そして初日の16日はですね、私も会場に伺いしまして、それで熊切先生と一緒にギャラリートークする予定でございます。皆様もよろしければぜひいらっしゃってくださいませ。そして熊切先生本日は本当にありがとうございました。あの、とても勉強になる時間で、ちょっとこれからもたくさんちょっと先生といろんなことをご一緒したいなって思いましたので、 うん、ぜひたくさんよろしくお願いいたしますありがとうございますよろしくお願いします